どうも皆さんこんにちは、陽一郎と申します。今回はですね、2022年の11月21日に発売された V ジャンプ2023年1月号に掲載されましたドラゴンボールザブレイカーズの最新情報について掲載記事を引用しながらお話をしていきます。まずはですね、なんと新たなトランスボールとして人造人間チームの追加が発表されました。その名もサバイブ・ウィズ・アンドロイド・パフォーマンスということで、セル編で活躍した人造人間たちがサバイバー側のトランスボールとして登場するようです。では各キャラクターの特徴について一人ずつ解説をしていきます。まず人造人間16号はアクティブスキルアイテムサーチを使えるようです。これは自分から一定範囲内にあるアイテムボックスの位置が壁越しでも見えるようになるというスキルのようですね。これがあれば慣れていないマップでも箱を見逃すことが少なくなるでしょうし、なかなか起動キーの入った箱が見つからないっていう場面でも残った箱を見つけやすくなりますよね。人造人間16号の必殺技に関しては記載がありませんが、おそらく代表的な技であるヘルズフラッシュかロケットパンチあたりが登場しそうな予感ですね。そしてお次は人造人間17号ですが、使えるスキルはエネルギーフィールドで、発動中は一定時間ダメージを無効化し、このバリアに触れた敵を吹き飛ばすという効果もあるそうです。これだけ聞くと一見強そうな技に聞こえるんですが、個人的にはそんなに強くないんじゃないかなと思いますね。これなんでそう思うのかっていうと、似たようなスキルとしてすでにピッコロの強靭魔壁というスキルがありまして、こちらも一定時間無敵で触れた相手を吹き飛ばせるっていう効果があるんですね。ただ強靭魔壁がめちゃくちゃ流行っているかっていうと、めったに見ないスキルの一つだと思うんですよ。これは無敵時間が終わった直後にレイダーに攻撃をされれば普通にダウンしてしまうっていう弱点があるほか、発動中はその場から動くこともできないので、レイダーからしてもそこまで脅威ではないからなんですよね。なのでこのエネルギーフィールドに関してはおそらく見た目よりもそこまで使い勝手は良くないんじゃないかなと思いますね。そしてお次は人造人間18号なんですが、使える必殺技として紹介されているのは起炎総破山ですね。もともと人造人間18号だけは予約特典としてゲーム内に登場していたので、中にはこの技をスピリットですでに購入済みっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。もともと誘導性能の高い起炎山やデススライサーは強い技でしたが、起炎総破山はそれが2枚刃ということで、シェンロンでレベル4になった場合などに連打するとレーダーの体力を削りやすい強い技のようですね。スキルに関しては特に何の記載もありませんでしたが、予約特典だった壁切りのスキルが今回のガチャに含まれるっていう可能性は低そうですかね。とはいえ18号が欲しかったけど予約購入をしていなくて持っていなかったっていうプレイヤーの方々には嬉しい追加になりますね。そしてお次は新しい衣装についてです。なんとこれ僕ずっと欲しい欲しいと思っていたんですが、チャオズのぬいぐるみバッグが発表されました。いやこれ出るんですね。僕ずっと配信とかでチャオズのさよならテンさんの時のバッグを作ってくれって冗談を言ってたんですけど、本当に登場するとはねこれは欲しいですね。これが出るならできれば次は栽培マンがプレイヤーのお腹に抱きついているアイテムも追加して、全門の栽培マン、肛門のチャオズという感じで挟んでほしいですね。そしてもう一つは新しい登場演出、均等運です。これは言わずもがな、ゲーム開始時にプレイヤーが均等に乗って登場してくれるという演出のようですね。欲しい人はぜひ。そして今回お伝えさせていただいた新トランスボール、いつ頃登場するのかという点についてなんですが、 V ジャンプ自体には日付は一切記載されていませんでした。ただ前回 V ジャンプでトランスボールの発表があった時は発表から1週間後の金曜日に追加されましたので、今回も同じような感覚で追加されるのであれば、早ければ今週中には追加される可能性がありますね。また現在開催中のガチャスピリットオブライバルズが11月25日金曜日で終了することを考えると、このガチャと入れ替わる形で11月25日金曜日の15時頃に追加される可能性が一番高いと考えて良さそうですね。
もしもスピリットオブライバルズで取り逃しているトランスボールなどがあれば、今のうちにガチャを引いておくか、近日登場予定の人造人間ガチャに向けてゼニーやチケットを温存するのか、ちょっと考えておいた方がいいかもしれませんね。ということで、 V ジャンプ2023年1月号の情報まとめでした。僕としては人造人間たちのトランスボールが出てくれるのはすごく嬉しいんですけど、正直なことを言うと、できれば人造人間たちは先にレイダー側として使いたかったですね。サバイバー側のトランスボールって特別にボイスがついているわけではないですし、顔も偽物感満載じゃないですか。ぶっちゃけ誰に変身しても同じというか、使える必殺技だけで選んでいるっていう人の方が圧倒的に多いと思うんですよね。なので、未来編で残虐行為を働いていた人造人間たちになりきって専用のボイスを喋りつつ、サバイバーと戦ってみたかったですね。もちろん、いつかレイダーとして登場する可能性も十分あるとは思うんですが、もし登場するにしても、いつになるかわかりませんからね。あと、サバイバー側は、新しいトランスボールが出るたびに、スキルを組み替えたり、試したりして、とても面白いんですが、レイダー側には、特に変化がないのがやはり残念ですね。追加要素があったとしても、ボイスのみで、見た目や性能を含めたカスタマイズ要素がほぼないので、何かしら追加を検討していただきたいなぁと感じました。ということで、今回の動画はここまでとなります。最後まで見ていただき、ありがとうございました。ではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。